スタジオに行きます。本当はホグワーツはここのキングスクロスから9と4分の3番線で向かいますけども、ハリーポッターのスタジオは1個あっちの駅ユーストンってとこから出てるので、今からユーストン行って友達と合流してハリーポッターのスタジオに、ワーナーブラザーズのスタジオに行ってきます。バイバイ。こんな感じでユーストン駅に着きました。毎度のようにプラットフォームを確認してから電車に乗って、到着したらハリーポッターのバスに乗って会場に向かいます。着くとみんなのこの大きな杖が迎えてくれます。すごい予約も取るのが結構大変で、最後のスロットで、夜のスロットで行ったんですけども、子供もまだまだいっぱいいました。いよいよ始まります。ここがエントランスです。食堂です。最初はホグワーツの広間から始まります。ハリーポッターの本場のロンドンのワーナーブラザーズスタジオでは、ハリーポッターのこういう風に実際に撮影で使われたセットだったり小道具が見ることができます。こんな風に大広間だったり、他にもいろんなこういう模型だったり実際のセットだったり、撮影の裏側が分かるような小道具だったり、ハリーポッター好きにはうなるような展示がたくさんあります。これは寮のベッドなんですけども、役者たちが大きくなるにつれて足がはみ出てたそうです。あ、こんな模様だったんだとか、こんなディテールまでこだわってたんだみたいのがすごく見えるので、結構ずっとこういろいろまじまじと見てしまいました。ここはダンブルドアの部屋なんですけども、すごく可愛いのが肖像画が実はみんなよく見ると寝てます。ハリーポッターは私が小学校1年生の時に、彼らもホグワーツ1年目が始まった頃なので、一緒にドンピシャ世代で育ってきたような感覚です。1巻と2巻はプリベット通りっていうところから始まるんですけども、3巻が早く読みたいと思って、小学校何年生だったかなの時に友達と英語の本を買って、なんか分厚いその頃紙の英和辞典を持ってきて2人で解読して読んでたんですけども、いつもプリベット通りから始まるからそういう予想で読み始めてたんですけども、その間に限ってトム・リドルの日記っていう全然知らないキャラクターの日記から始まったので、これ合ってんのかなハリーポッターでとか言いながら読んだの覚えてます。全然1ページくらいしか2人の力を合わせても読めなかったんですけども、でもその単語を解読していく感じとか、分からない言語が分かってはないんですけども、理解ができるようになっていくっていうのがすごい、その頃は自分にとっては新鮮な体験だったので、あの頃英語を好きにさせてくれたハリーポッターありがとうという気持ちです。こんな風に守護霊は実はこの光をまとわせているものが守護霊として撮影されていたり、裏側が見ることができます。そしてホグワーツエクスプレスももちろんあります。キングスクロスの駅が再現されています。私もちゃんと壁に突っ込んできました。このホグワーツのエクスプレスも実際に使われたセットの一つで、中には小道具も散りばめられていました。杖ももちろん売っています。外にも展示があって、ロンの家だったり、それから渡り廊下だったり、この曲がってる渡り廊下だったり、ナイトバスだったり、マンドレイクの温室だったり、そしてハリーポッターが住んでいたプリベット通りのお家も展示されてます。中にも入ることができて、入学の手紙だったり、マージおばさんが飛んでるのだったり見ることができます。スタジオツアーなのでアトラクションはないんですけども、結構みんなワイワイ楽しんでいたのが、マンドリークを実際に引っこ抜けるっていう場所がありました。ちょっと声ちっちゃいですけど、引っこ抜いた映像がこれです。世界観に入り込めるセットはもちろんなんですけども、大人になった今はこの撮影の背景が見える制作シーンの展示エリアが私的にはもうすっごい楽しかったです。この袋ヘドウィグはこんな風に機械で動かしてたんだとか、こんな風に大男のメイクを作ってたんだとか、狼男とか出てきますけど、それはこんな風に撮影したんだとか、これは光の感じ、どんな風に光が落ちるかとかを模型を使ってシミュレーションしていたり、楽しかったです。新しいゾーンも追加されていきます。これはグリンゴツ銀行です。銀行です。お金下ろしに来ました。
すごい豪華で、そしてグリンゴツ銀行の金庫の方のセットも見ることができます。これは一巻で出てきた賢者の石です。この扉もこんな風だったんだ実際はという風に見てました。これはちょっと早送りなんですけども、最後グリンゴツ銀行が襲われるっていうのかしらのところも再現されています。ダイアゴン横丁を抜けていきます。映画の中ではそのなんて言うんでしょう、雰囲気として素晴らしいなって見てたんですけども、このディテールはこんな風に作られてたんだとか、あ、このお店にはこんなものが置いてたんだとか、色ってこういう色だったんだとか、ちゃんとハゲさせてるんだとか、黒のこの締めるところの取っ手とかはこんな風なデザインだったんだとか、そして一個一個もちろん違うんだとか、そういうのを見てるのが楽しくて、一人のハリーポッターファンとしてもイラストレーターとしてもインスパイアリングな場所でした。最後のこの展示が一番好きだったんですけども、こういうイメージボードから実際に制作する人たちがセットをどんな風に構築していくかっていうのを本当に白紙から模型から撮影までが一気に見えるっていうところがすごく好きな展示コーナーでした。なんかずっと見てられちゃいます。最後はこのホグワーツの模型です。この模型の後ろにはさらに大きな撮影用の建物があります。これをどう使うかっていうと、実際の映像はこんな風な映像で見えるんですけども、この上にグリーンバッグを引いて役者さんにこういう風にグリーンバッグの中で歩いてもらって、さっきのホグワーツの建物に埋めていくっていう作業だそうです。なので演技力がすごいっていうのが再確認できました。東京にも6月だったかな、オープンしたそうです。ではまた。